ファンタジードームは、北海道苫小牧市木場町一の6番地に存在した日本初の全天候型アミューズメントパークである。所在地から、苫小牧ファンタジードームとも称される。現在、跡地は、メガドンキホーテ苫小牧店になっている。1989年4月、流通中堅だった、長崎屋グループが中期経営戦略、ニュー長崎屋計画に基づき、 全額出資をして設立した子会社サンファンタジー、苫小牧株式会社がファンタジードームの基本計画策定と運営を担当し、長崎屋の関連会社株式会社サンランドが土地と建物を所有、日本初の全天候型アミューズメントパークとして1990年9月5日開業。相当資額115億円。 建築面積1万4000平方メートル、延べ床面積3万9000平方メートル、プレイゾーン2万400平方メートル、飲食ゾーン1980平方メートル、建屋高48メートル、鉄筋鉄骨作り、4階建て、立体トラス構造、建屋設計管理は、石本建築事務所、施行は、清水建設と、岩倉建設、JV で担当。 ピークインピークキャパシティは1万5000人に設定。年間入場者数目標は、開業初年度が80万人を想定していた。建屋は JR 苫小牧駅の北側に位置し、ペデストリアンデッキで結ばれており、かつて1973年に開店した既存店の長崎屋苫小牧店とも結ばれていた。1階は駐車場、エントランスホール。 2階から4階が吹き抜け構造で株式会社等をはじめとした各社の遊戯機器を設置。遊戯施設は25種類だった。開業当初のキャッチフレーズは、脳天気遊園地。3階部分にはフードパークを設置、ファストフードショップ店各店とレストランをグループ化したグルージングフードコートを併設していた。館内は通年平均18度から25度の気温に保たれ、 コンピュータ制御式の空調設備を備えていた。出店営業時間は10時から20時、夕暮れとともに、ドーム内がライトアップする光のカーニバルを開催していた。料金はプリペイドカードシステムを導入し、入園料と全員アトラクションで使用可能なファンタジーカードが大人2800円、子供2000円、想定客単価は3000円だった。 1991年度に55万1000人の来場があった後来場客は減少した。1995年10月からは入場料を無料にするなど集客に努めたが、客足の低迷や多大な借金により、1996年11月29日にドームの閉鎖を発表した。閉鎖が発表されると来場者が増え始め、閉鎖間際の土休日には、 過去2番目の人出となる2日間で22,500人の入場者を記録した。1997年1月16日に閉園した。サンファンタジー、苫小牧株式会社は1996年11月30日に解散し、翌年2月に生産された。出店、出店、出店、1997年、平成9年1月に閉園し、 跡地は改装後長崎屋が入店したが、その後同店が撤退し、2021年現在、跡地はメガドンキホーテとマコマイ店になっている。ファンタジードーム時代にあった飲食施設のうち、1階のミスタードーナツとロッテリアは、長崎屋、メガドンキホーテになってからも存続している。建物外観にファンタジードームのローラーコースター施設の跡が残存していたが、 閉園から22年以上経った2019年11月時点で撤去、解体されている。ありがとうございます。